とね、泣けてくる話が、泣けてくるというか、ちょっとね、まあご存知の方もご存知だと思うんですけどね、オールエリートレスリング AEW にね、秋山純と竹下幸之助の DDT コンビにね、あの秋山純 DDT ですからね、 DDT コンビが上がりまして、ペーパービューの、興行にですね、出まして、2人は勝利しました。秋山ね、後ろに AEW、オールエリートレスリングってことでね、試合やりましてですね、秋山純対幸之助竹下 Too Tough、キングストーン&、コーツということで、やりました。オールジャパン全日本プロレスの流れを組むレスラー四天王プロレス、ね、秋山入れて四天王プラスワンか、のレスラーがね、大々的にね、まあね、LOW とか、LOW だっけ、ロウ、ニューヨークとかに出てたんですけど、2、3000人の興行だったじゃないですか。新日本プロレスのレスラーみたいに、WGW とか WWE とか、そういうことだかの注目を浴びてる今の新日本プロレスね、といしまって、全日本プロレスの流れのレスラーで、大きいキャパの会場でやったレスラーっていないんですよ。まあ、ジャンボ鶴田の時代ぐらいまでです。天竜の時代までで。四天王以降になると、日本でほとんど鎖国みたいな感じで日本でやってて、ノアになって、小橋健太とか三沢光晴とかがゲストの、興行には出たんですけど、まあ、でかいそういう 全世界に発信するような興行は出てなかったんですね。なのでね、レジェンドと言われてまして、この試合終わった後に、コメントがね、YouTube のコメントありまして、解説が、ジャンプするとタグ、アキラの名前を出しながらアメリカのリングに立つ秋山を見るのは私の心を揺さぶられる。このような機会を作っていただきありがとうございましたね。DDT ジャパンは冗談ですごい、抜きにすごいということだとかね。秋山は年寄りっぽいけど、パワーとポテンシャルがあるから戦える。本当にレジェンドとかね。アメリカで秋山を順を見るのは特に全米ネットのテレビでは珍しい。明日のフルギアでエディと秋山を見れるのが楽しみです。あ、これがね、キーなんです。これをね、ちょっとね、紹介したかったんですよ。秋山純先生が日本からオールジャパンプロレスに戻ってきて嬉しいです。彼はプロレス史上最も偉大なオールジャパンプロレスリングのチャンピオンです。秋山純は真のレジェンドですということで、YouTube のね、ここにコメント欄にね、書かれてたんですよ。で、キングストンっていうあのフレーズが出てきたと思うんですけど、レスリングナウ .net さんのブログに紹介されてたんで、これをちょっと転載させていただきます。レスリングナウ .net さん、ありがとうございます。エディ・キングストンが叶う秋山純とのシングルマッチに感動のあまり涙。全日本プロレスのリスペクトを捧げるスタイルで活躍しているエディ・キングストン。でインタビューしたら、彼とマウントンショーは大きな影響を与えた4人は誰という質問に対して、個人的には好きな人を選ぶよ。最もお金を稼いだ人とかビジネスに影響を与えた人ではなく、個人的に好きな人。正直言って全日本プロレスの四天王だね。川田、田上、三沢、そして小橋。秋山もね、あ、何でしょうね。俺にとって、マウントラッシュモアの4人だ。今でも試合を見るからな。三沢と田上は95年か96年に戦った試合をスマホで見たよ。彼らのような試合をするレスラーはいない。今後もいないだろう。死ぬこと好きだね。小橋がナンバーワンだけど、川田とは気が合いそうな気がする。彼らになろうとせず、彼らを超えようとすると頑張ってるんだ。あの4人と同じことをできるようになるレスラーは今後現れないだろう。この領域に達することはないかもしれないけどね。もし近づくことができるなら、それはかなりいいことをしてるってことだ。で、彼は以前から元全日本の秋山純との対戦を熱望しておりました。四天王プロレスで肌で体感した秋山との試合は、彼にとって四天王プロレスを触れることのできるチャンスですと。ディー・キングストンというのは若い頃、ギャンググループに入ってたらしいんですよ。ギャンググループに入ってて抜け出せたのは四天王のプロレスだってことで、今でもリスペクトをしてるということでございまして、試合がですね、ツイッターに自負の画像で上がってるんでね、ちょっとね、一緒に見てみましょうよ。一つずつちょっとね、画面を切り替えますね。これだ、秋山、そして試合中、これはキングストンですね。で、秋山も四天王プロレスのような非常な攻撃をすると、後頭部にニードロップ、
で、残骸絶壁だっけ、絶壁型の、エプロンでの DDT。でキングストーンはもう夢ですからね、レジェンドと戦えたと。ただレシキブレンバスターでエスプロイダーで負けずに返すというね、視点のプロレスだよなこれね。DDT 垂直落下式ですな。もうで秋山の顔を見て、なんと毛先でチョップをしようとしたけど、エスプロイダーがフィッシャーマンに行こうとしたけど、デスバレーで試合が終わったと。もう泣いてるんですよ、歓喜の涙もうね。で秋山を、もうね感動感激ですよ、キングストーン的にはね。そこでねもうね土下座してありがとうございましたってやるわけですわ。で秋山はニヤッと笑うわけですよ。いやもう憧れてギャングの道からね、あの抜け出してるのは視点のプレスのおかげですからね。今ね、彼がキングストーンがレスラーになったのも、視点のプレスがあったからこそですよ。それで左手痛いんですけどね、秋山が手を挙げたと。でも観客はもう涙してるんですよ、もう泣いてますわキングストーン。もうでマイクアピールしたんですけど、ボードを捧げてる人いましたよね、やってる人。ひやつしいですよ。ここで見たエディ・キングストン、Live our his dream、 彼の夢をここで一緒に見たんだよっていうことですよね。で、あのボード捧げてる彼も涙ぐんでるわけですよ。俺も涙ぐんじゃった。それをね、もう四天王とやりたいね、あの全日本プロレスのね血を引いてる四天王プラス秋山でやりたいね、全員っていうかほとんどリタイアしちゃってる中で現役でやってるのは秋山だからっつってね、まあね DDT にね秋山が入団してね、オールエイズレスリングに行ってここで実現したって、なんかのね時の綾運命だよね。それでね、キングストーンがね、全日本スタイルのことをキングスロードスタイルって言ってんですよ。サンキューキングスロードスタイルって。Thank you, King's Road Style。 彼にから見ればニュージャパンスタイルとかジャパニーズスタイルはあるけど、キングスロードスタイルが全日本指定のプロレスだってことでね、やりたかったんだって言ってね、涙ぐんでるわけだよ。それで最後にね、彼はね、こういうことを言ったんですよ。Rest in peace!ババ、リキドーゼン、マサラ、ジョンボサルーナ、エナロキ、I hope I made you proud tonight。 あの英語のどこで言うと Rest in peace、安らかにお眠りくださいね。ババ、リキドーゼン、リキドーゼン、ミサヤ、ミサワね、ジャンボサルトってやったけどね、ジャンボツルタね、エンイノキってね、リング上でねマイクアピールでね言ったわけですわ。いやージャパニーズスタイルっていうかね、四天王スタイルっていうか日本のスタイルに憧れてね、そういう生い立ちとかね人生をやってね、今ね AW のレスリング、あのリングに上がってるねキングストンがね、あの夢が叶った、そしてファンもね涙ぐんでるとこにね、 Rest in peace Baba Ricky Dozen Masala Jumbo Saruna Ina Noki I hope I made you proud tonight。 感動しましたわ。プロレスっていいね。プロレスっていいよね、時代を超えるもんね本当に。なんかね、あの
いいですよ、まだまだプロレスは捨てちゃうもんじゃないですよ。今のスタイルがどうだとかね、昔は良かったとかって言ってるようにね、脈々とねソウル魂をね持ってるわけですわ。いや、素晴らしいものを見せていただきました。